皆さんこんにちは、個別指導塾決裁塾長の小林です。中橋です。はい、今日はですね、高1から始める国公立医学部合格するルート、参考書ルートということで紹介したいんですが、はい、まあどのレベルからなのっていうのが多分皆さん気になると思うので、イメージなんですけども、大体高校受験して、高校受験の偏差値で、まあ、65とか、うん、それぐらいある方をイメージをしております。まあそれ以下の方はじゃあダメだよってわけではなくてですね、じゃあそこに追いつけるように、まあ、いつもいろいろ参考書を紹介しているので、まあ、組み直して取り組んでいただければいいかなというふうに思います。はい、で、まあ、あくまで高1から始めていただけるってことと、スタートの偏差値が偏差値65ぐらいということなので、もちろんかなり頑張んないと実は国公立学部って厳しいですよね。うん、そう、ただそのいわゆる昔やってたのガチ東大合格ルートみたいな、そのもうゴリゴリみたいな感じじゃなく、うん、まあ、ある程度例えばね、場合によっては部活やってたりとか、まあ、科学活やりながら、でも高1からやってもらえれば、まあ、無理なくとは言わないよ、頑張んなきゃいけないけども、まあ、どうにか到達できるよってものをね、提示したいと思います。はい、じゃあまず数学からいきましょう。はい、数学なんですけれども、まずちょっと特徴を言っておくとですね、まあ、現状を、まあ、医学部入試において、まあ、共通テストで最も点差がつく科目っていう風に言えるかなと思います。うん、で、まあ、センター次第って、まあ、みんな100点狙うみたいな感じだったと思うんですよ。で、まあ、最低でも80点取れないとやばいよねみたいな感じだったのが、まあ、結構合格者でもその、まあ、できる人はもちろん100点近く90点台取れる人もいるんですけれども、まあ、残念ながら受かる人でも50点台みたいな人もいなくはないような試験になってるのかなっていうところではあります。はい、で、まあ、なので結局、まあ、最大90点ぐらい差がついてしまっておかしくないわけですよね、ここだけで。うん、で、そうすると、まあ、ここで 80% 確保できるようになるっていうことがものすごく重要だよということは言っておきたいなと思います。はい、で、あと、まあ、数学3についてなんですけれども、まあ、3C ですね、高校1年生の方向けなので、うん、2方に関してはですね、まあ、大学によりけりにはなるんですけれども、まあ、本当はね、そこまでやんなくても、がっつりやらなくても合格できる医学部というのは確かにありますと。ただ、まあ、今回は一応ガチの参考書ルートなんで、ちゃんとやってもらうっていうことを一応前提とさせていただこうかなというふうに思います。そうですね。はい。で、まあ、一応目標としてはまず共通テストの点数を取れること。で、その後に、まあ、二次試験で点数を取れること。うん、まあ、で、国公立大学の問題たくさん解いてみるってことが必要になるのかなと思います。はい。で、まず利用する参考書のイメージは、まあ、大体こんな感じの参考書を使っていこうかなと思います。はい。はい、で、スケジュール化をお伝えしておくと、まずその、まあ、今の時点で、まあ、基本的に夏休み中ぐらいまでに、まあ、1位に見よう基礎問ぐらいのレベルまでやっていきたいなっていうのが正直なところです。うん、まあ、だから、まあ、この動画が出る時点で、おそらくあと3ヶ月ぐらいで、まあ、こういうところまでぜひやっておきたいっていう感じです。だから逆にそのここに不安が感じられる人は、まあ、入門問題成功とかからちゃんとやってもらった方がいいと思います。そうだね、いう感じになると思います。はい、で、まあ、ここしんどいと思うんですけど、さらに、まあ、夏のうちに、夏休みのうちに、まあ、1A のお茶とちょっとでもいいから着手はしておきたいかなっていう感じです。うん、はい、で、まあ、1年生の間の目標を次に立てると、まあ、大体お茶と 1A2B ぐらいは、うん、まあ、その8割9割ぐらいはできるようになってほしいなというところですね。うん、はい、で、そこからは、まあ、その、受かる計算とかみたいな、まあ、計算の参考書と、まあ、あと1対1ぐらいの、まあ、ちょっとレベル高めの網羅系の参考書を、まあ、実施していただいて、まあ、そのあたりが大体夏休み中ぐらい、高2の夏休み中ぐらいまでにある程度終わってて、まあ、そこからはもう共通テストの対策を始めにてしまうのが、まあ、いいのかなっていうところだとは思いますね。で、まあ、高2の同日までに共通テスト、まあ、80% ぐらいは、まあ、取れるよと。まあ、ちょっとミスっても、7割5分とか、もう8割、ほんのちょっと切るぐらいになってますよっていうことが、まあ、一つの目標かなとは思います。うん、はい。で、ここがね、本当に大きい。ここまでに絶対これを取れるようにするっていうことが一つの目標です。かなり大きな。で、まあ、ここからはですね、まあ、一応その高2の夏休み明けにちょっと戻ってもらって、まあ、このあたりから少し余裕があれば、数産を始めていきたいなっていう感じになるのかなと思います。はい。まあ、1位にみんな重要度が高いので、めちゃめちゃ。本当は数産もっと早く始めたいんですけど、まあ、大体この辺になっちゃうかなっていう感じですね。はい、で、まあ、基礎問の数産あたりとかにも、まあ、着手その辺でして、うんうん、まあ、大体年内ぐらいにね、そのあたりが終わってるとベストで終わって、うん、で、さらにその同日頃にはね、共通テストに目処がついてるはずなんで、まあ、共通テスト演習をね、まあ、1月中旬以降も少し続けていただきながら、数産の青チャートとか、あとはまあ1対1の数産とか合格、受かる計算の数産とかに着手してもらって、まあ大体そのあたりが、まあ高3の夏休み中ぐらいまでには終わってて、で、まず過去にもちょっと着手できてるよっていうところが、まあ一つの目標になってくるのかなと。そうですね。はい。やっぱり今までこう紹介したこうね、ゴリゴリのルートと比べると、まあやっぱり共通テスト重視って感じですよね。そうですね。やっぱりそこがかなり重要になってくるかなっていう認識ですね。うん、そうですね。はい。はい、じゃあ次、英語行きましょう。はい。ね、英語はですね、その、まあ、本当はね、これ賛否両論あると思うんですけど、まずね、読解がちゃんとできるっていうことが何よりめちゃくちゃ重要になるわけなんですよ。はい、まあ、それは別に賛否両論ないでしょ。ないから。まあ、そうですね。まあ、だから、その、まあ、あんまり言いたくないんですけど、
ただ英作文とかがちょっと後回しになっても、まあ、大学選びっていうのはなんとかなることが多いんですよね。はい。なのでそのとにかく長文の需要度を上げておく。であとはその、まあ、長文の中であとスピード感がねかなり大事になってくるのが医学部入試の特徴なのかなっていうふうには思うので、まあ、そこはちょっと重視しておいてほしいと。で、まあ、せっかく長文やるならという話なんですけど、日本語説明問題が比較的多いんですよ、医学部って。なので、まあ、そこのね、その練習として、ある程度解釈をきちんとできるようになっておくとかっていうことが、まあ、重要なのかなっていうことと、あとはもう本当に最後になるんですけど、まあ、当たり前のごとく共通テストの重要度がやっぱ高いですよ、と、はい、いうことにはなります。はい。で、利用する参考書一覧は大体こんな感じになっておりますと。いう感じで、まあ、およそのスケジュール感をお伝えすると、まあ、大体高1の夏休み前ぐらいまで、まあ、あと1ヶ月半ぐらいで、まあ、単語帳の文法なんとかしてください、本当にとにかく。やっぱり、これがなんとかなってない状態で、読解とかに入っても、あんまり力つかないと思うんですよね。うん、で、だからもうね、100% コリコリになってた方がもちろんいいんですけど、まあ、8割とか9割とか、それでもいいから、とにかくある程度形になる状態っていうのは目指していただきたいなっていうふうには思います、ね。そうですね。あと、この単語帳は、概念として熟語帳を含みますね。まあ、そうですね、はい。はい。なので、まあ、そうですね。まあ、ターゲット1900やって、まあ、その後ターゲット熟語とかやってぐらいまで頑張ってやってほしい。うん、いやでもね、やんないと医学部行きたいんでしょ、だって医学部行きたいんでしょって話ですよ。高1で入学してゴールデンウィークまでに覚えろとは言ってないんですよ。そう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 、そう、いやまだまだ夏休みとかも含めてやってねって言ってるんで、そう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 、愛があるでしょ。愛がある、愛がある。でもね、ここはね、やっぱりこれができるかできないかで、やっぱね、その後々な勉強の体力みたいなものがやっぱ見えてきちゃうんですよね。もっと言っていい、別に後から勉強始めようという人は別にいいですよ、うん、好きなタイミングで始めたら、今から始めるのに夏休み中に単語帳を覚えられないっていう人は、うん、申し訳ないんですけど医者になってほしくないんだけど。別に勉強する気ないからやってない人はいいよ、うん、別に今はね。ただ今からやるぞって言ってるのに3ヶ月で単語帳を覚えられない人に、うん、そのなんていうの、別に能力的にね、中学レベルからやり直してたから間に合いませんでしたとか、それだったら別にいいですけど、やってんのにやらなきゃいけないのって分かっててやってるのに覚えられないんだったら大丈夫みたいな感じですね、個人的には。で、目の前で患者さんが死にかけてるのにさ、いやもうちょっとやっぱ後回し、今ちょっと大変、今後回しってやる。やんないでしょ。そうそう、もうね、うん、単語はね、やっぱもうね、覚えなくて辛いのは分かるんだけれども、一番ね、気合でなんとかなると思いますよ、気合と時間で。そうそうそう、正直、うん、そう、別にね、強手で何点取れとか言ってないんで、そう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 、覚えないんで。そうそうそう、しかもね、全部意味を覚えろとかじゃなくて、最悪一義でもいいからとにかくちゃんと覚えてくれというようなレベル感なので、まあやっぱ夏休み中にはちゃんとやってほしいかなと思います、ね、はい、気合でやって、うん、はい。でまあやっぱそれと並行して、そのまあ肘の読解のための英文法必修編ぐらいは、まあ、夏休み中に、まあ、ちょっと終えてほしいのかなって、まあある程度短い文章ぐらいだったらそれでも読めるっていう状態にはなってほしいのかなっていうふうには思います、うん、はい、はい。であとはまあ夏休み明けから、まあそのソリューションと、あとはまあその竹岡先生の、まあ、入門英文問題成功とか、まあああいったようなものをまあ併用して実施していって、まあ大体そのそうすると、まあソリューションとかの方が少し早く終わってしまったりはするかもしれないんですけれども、うん、まあソリューション1ぐらいはまあ1ヶ月とか1ヶ月半とかぐらいで終えてもらって、まあ、大体10月ぐらいからは、まあある程度もう入門英文解釈問題成功もね、もう終わっていると思うので、まあそことまあルールズとかをまあ一つずつレベルごとにね、うん、並行してやってもらうといいのかなっていうふうには思います。そうだね、だからさっきも言ったけど結構日本語説明問題とか、うん、まあそういうのも出るので、やっぱり構文取るって練習はね、一旦はしといた方がいいよね。そうですね、うん、そこはある程度ね、やっぱ細かくやっておいていただいた方がやっぱりいいかなと僕は思いますね、はい、はい。であとはまあその大体ルールズとかね、しっかりそのスピード感が大事って言ったんで、まあ音読とかめちゃめちゃちゃんとやってもらいつつ、まあ大体1週間に2分ペースぐらいで、まあ1ヶ月ぐらいでね、 1.5 ヶ月ぐらいでね、大体1冊はしっかり回しきれるっていうペースでやっていってもらって、大体そのそうですね、まあ、3月末ぐらいまでにはその、うん、まあさっき言った英文入門問題成功 と、あとはまあそのルールズの4ぐらいまでと、あと可能なら、まあ、少しね英語得意にしたいなっていう人は、まあ、ここで英文解釈クラシックとかもどこかでね、まあ、その竹岡先生の参考書が、まあ、大体落ち着いたなってぐらいからまあちょっとやってもらって、ここら、まあ、3月末ぐらいで完了できるといいのかなというところではありますね。そうね、はい、はい。で、まあ、とにかく、だから読めるっていうところは、1年生の間に何とかしろという話ですね。そうね、極論言うと、うんうん。はい。で、まあ、そこからは、その、もうある程度同日まで共通テスト演習とか、まあ、リスニングの練習っていうのは並行して行うといいのかなというふうには思います。はい、で、まあ、リスニングもね、結構やっぱ早い段階でこの人たちはやってもらった方がいいのかなと、僕としては思っていますね。うんうん、はい。毎日ね、10分、20分とかでもやるだけでも全然違うと思うんで、はい、はい、やってほしいなと思います。そうですね。はい、うん。
であとはまあそのここでまあ共通テストやっていく中でその読むスピードにものすごく問題があるなとかっていうことであれば、例えば共通テストの対策問題集をね、参考書とかをちょっと追加したりとか、あとはそのそもそも読む力とか問題文を読む能力が足りないとか練習が足りないということであれば、例えばポラリスみたいな長文の読解の参考書とかをね、うん、少し追加していただくとかっていうのはまあいいと思います。そうね、だからまあ、はい、高3になったらもうあんまり英語に時間を使いたくないので、うん、なので、高校2年生の同日までに今言ってもらったものを仕上げる、うん、あとは、まあ、受験大学もだんだん決まってくるだろうから必要に応じて例えば和文英訳の問題集とか、うん、作文の問題集とか、うん、そういったものを足していくとかですよね、うん、あとは人によっては例えばその文法、まあ、参考書ってざっと出したけど、うんまあ、例えば、まあ、ポラリス1だけやっててちょっと知識足りてないよねって人もいると思うんで、そういう人は足すとか、うんまあ、それを高校2年生の1年間かけてやってくださいという感じですね。そうですね、もう高校3年生になったら、うんまあ、二次試験の過去問と共通テストの対策の演習を、うんまあ、週に1回とかねしていけばもう点数取れますよっていう状態にやっぱしてほしいですね、英語に関してはね。そうだね、はい。でここからやっぱり、まあ、じゃあなんでこんなに英語数学急いだかって言ったら、やっぱり理科を高2高3でしっかりやってほしいからなんですよね。でまず科学からお話をしていくと、そのまあ一つね特徴を話しておくと、まあ、共通テストで一番明確に難しくなったのは僕科学だと思っているんですよ、ね、はい。でまあそのなので、まあ、そのせいもあってですね、共通テストレベルで全く問題ないっていうことがあれば、その本当に最後の最後の方の天然高分子とかあの辺とかじゃない限り、うん、その二次試験でも共通テストレベルで戦えちゃうことが多いのかなっていうのは思います。はい、はいはいまあ、ただ、まあ、別途ね記述練習とか必要になると思うんで、うんまあ、ここも演習とかでしてもらう必要あると思うんですけど、まあ、その共通テストレベルまで上げるのに、まあ、比較的やっぱ時間がかかってしまう、うん、これはもう物理とかにも時間がかかってしまうのは間違いないと思うので、まあ、あの好みがなければ先に科学を始めてもらった方がいいと思います。はい。で一応使用する参考書は大体こんな感じです。まあこれは全然変えてもらってもいいです。そうだね。うん、まあでもいつものうちの概ねあれなんで、あとは自分で適宜変えてって感じ、ね。そうですね。はい。でまあどうしても始めるのは、まあ、高1の中で始めるっていうのはね、さっきのスケジュールの中だとやっぱ現実的ではない部分もあると思います。なので、まあ、高2の4月ぐらいからやっぱ着手できるといいのかなっていうところではあって、ね、ただ英語のやる量が多分少し減るからね。そうですね、高2でね、そこにもう理科をバーンって入れてってほしいですね。はい。で、まあ、まずはまあその宇宙1とかリードライトとかを並行して、まあ、繰り返し実施していって、まあ、理解をしながらとにかく頑張って覚えたりとか計算したりっていうのをしてもらって、まあ、これはねやっぱね高2の夏休み中ぐらいまでこれできるとすごく大きいなと思うんですよね。うん、まあ大変かもな。これね大変です。ここがね多分ね、多分ねここがね一番大変かもしれないです。数学とかの兼ね合い考えると多分ね、あの今本当にね高1見てくれてる人はね、多分今さっき言われたね、僕に厳しく言われた単語帳を覚えるって呪いがかかったようにね、ムカつくって思ってるけど、多分こっちの方が大変です、ね、こっちの方が大変、意外とね、うん、そうここで科学大変ってなると思いますみんな、うんうん、だから単語ぐらい乗り越えてほしいんですよ。そう乗り越えてほしい、うん、はい、なんならだってね、リードライトめちゃめちゃ完璧になってそれだけで医学部いける子いますからね。いますいます、うん、だからそういうレベルなんで結構大変だと思うんですよ、うん、で、まあ、ここからはあの後で物理の話するときに言うんですけど、うんまあ、物理にある程度切り替えなきゃいけないので逆に、うんうんうん、でここまでガチガチにここ固めた上で、まあ、基礎問とかみたいなものを実施しつつ、うんうん、あとはまあ適宜宇宙1とかリードライトの復習とかを年内は増していく、はい、だからまあ力を落とさないっていうことがここだと大事になってくるのかなと思います、ね、はい。ここでね無理に科学をめっちゃ上げようとすると結構ね量に回らなくなってしまう生徒さんとかは多いかなっていう感じがしますね。はい。であとはその後、まあ、年明けから春休みぐらいは、まあ、Do と並行して授業問題集を実施してって、うん、まあそうですね、まあ、できればゴールデンウィークとか、まあ遅くともまあ夏休み前までには完璧にするっていうことは一つ、まあ、目標とはしたいのかなっていう感じではありますよね。はい、はい。であとはまあその夏休みからは共通テスト対策っていうのは、まあ、センター試験も含めてしっかりやっておいていただくといいのかなと思いますし、あとはその二次試験とね共通テスト違いでどこの分野がよく出やすいみたいなものは、まあ、夏休みぐらいから高3の夏休みぐらいからちゃんと分析してもらったらいいかなと思います。はい、はい。で、ちゃんとお話しする科目でいうと最後になるのが、まあ、物理になるわけなんですけれども、まあ、共通テストの、ね、対策の必然性必要性っていうのが、まあ、若干薄いかなと思います。ここまで話した科目と比べると、そうだね。まあ、二次試験の力しっかりついてれば共通テストも取れるっていう方が今のところ多いかなというふうに思います、うんうん、はい。で参考書としてはこんな感じの参考書を使っていこうかなと思ってまして、はい、でまあやっぱり科学との兼ね合いでじゃあ高2の4月始めたいんだけどやっぱ難しいので、まあ、高2の夏休み上げくらいからまあ大体着手していく、うん、でまあ宇宙1と並行して、まあ、入門問題成功とか、まあ、そういうレベルのものをしっかりやっていく。でまあ、これは大体年内ぐらいにね、なんとか頑張ってほしいなっていうふうには思います。うん、で、本当は細かい話をすると分野別に組み立てていった方がいいんだけど、まあ、その話をすると長くなりすぎるので、まあ一応、まあ、その一冊一冊参考書ごとにやっていくなら、まあこういうやり方がいいかなと思います。
あとは年度内ぐらいに、D ドライトと宇宙一を並行してやって、細かく確認をしておいて、で、D ドライトはね、別に学校の参考書でもいいです。科学もそうだけど。うん、はい。で、入試形式への離れのために、ゴールデンウィークまでは基礎問ぐらいで、全体的な演習をしてもらって、で、分かんないところが苦手だなって思うところは、もう一回宇宙一を最初からやり直す。はい。はい、で、その後、夏休み終わりぐらいまでに、重要問題集しっかりやっておくと。うん、そうすると、結構ね、2次とか共通テストの点数につながりやすいのは、やっぱ物理かなと思いますね。はい。でここからですね、本当にざっとだけお話しするんですけど、はい、共通テストで大事なんで国語と社会の話をちょっとだけします。はい、はい、で国語はですね、高1からちゃんと古文漢文の知識の確認をしといてほしいですよ。やっぱりほらみんな聞いてるちゃんと、うん、本当にね医学部志望はね国語ができない。そう本当に ねこれでね夢絶たれる子何人も見てきた。いやちょっと本当にね高1からやってからまずね授業をちゃんと聞いて、そうもうね学校の授業を唯一ねちゃんと聞いてっていう科目かもしれない。一旦これだけ聞いてほしい。でもしそれでどうしようもなく学校がねダメダメなら参考書ね紹介しますけど、うん、みたいな。そうまず一旦さ寝ないで話聞いてもらっていいからみたいな。そう古文漢文だけはね本当にちゃんとやっといてほしい。もうねこれだけで運命変わります本当に。そうあとね昔言ったのはね、はい、国語の時間は数学の先取りなんですって言ってもうそれはいいんだけどさ国語はできんのって言ったらできませんっていう意味ねえじゃんみたいな。結局後で家帰って国語の参考書やるんでしょみたいな、うん、学校でやりなよっていうね。別に学校じゃなくてもいいんだけど高1の頃からやった方がいいです。やった方がいいです本当に。というか多分理系の方じゃないですか全員なので、どんぐらい自分が国語苦手か感覚がないんですよね、うん、でかつ後で出てくる社会みたいに力技で覚えればいいでしょってことができないのでこの科目は、うん、なので高1の頃から触れといて俺結構できるわ私結構できるわって人は、ゆっくりやってもしくは後回しにしてもいいし、うん、やばって人は高1の頃からやっといた方がいいかなと思いますね。そうですね、うん、でも本当に共通テストが難しくなった関係で国語と社会でちゃんと点数取れる子が受かるんですよ本当に。そうなのよだからねこの今までの英数理科でぶっ放すってのができなくなってきてるんで国語社会バランス以降は受かってます本当に。だからそこはね頑張ってほしい。ぶっちゃけ数学 1A に B で160点取るなら国語160点の方がよほど簡単だと思いますよ。そうです本当にねそれね全然あるんですよ。だからねやっぱり、ね、しかも古文漢文ちゃんとやっといてほしいなってのは思いますね。そうだね、はい、でただね現代文に関しては明確に苦手意識を持ってる人もいると思います。そう、ね、でそういう人は1年生であれから参考書学習始めてもらった方がいいと思います。もちろんね、うん、現代文はね感覚持ってる方が多いと思うんで自分は得意か苦手か分かると思うんですよ。本当に苦手だったって方は始めてもらった方がいいかなと思います。はい、はい、で次に社会なんですけれども、もうね、さっきも言ったんですけど、社会は点数取ることは本当に大事なんですよ。うんうん、はい、でたださっきもおっしゃっていただいたように、社会は、ね、力技でどうにかなるっちゃなるんですよね。うん、で、ただ、ある程度2年生ぐらいからその知識を入れるっていうことは意識し始めてもらった方がいいとは思います。うんうん、で特にその今1年生の方って家庭が変わって社会でどういう問題が出るのかって1年分しか見れない生徒さんじゃないですか、うん、だから、もしかしたらねすごい勉強量増えたりしてたっていうのも交際になって気づく可能性とかもあるわけなので、そうすると、2年生のあたりから少し導入を始めてもらった方がいいのかなっていうのが個人的な意見ではありますね。そうですね、はい、でこれもねだから多分学校で受けられる授業を使うのかもしくは、自分で勉強して受けるのかってことになってくると思うので、まずはね高1の間にそれをよく考えたりとか調べるってこととか、あとは国公立医学部って幅広いじゃないですか、使える科目がね結構違ったりするじゃないですか、なので自分がどこ受けるから自分はこれ受けなきゃいけないとか、要はその日本史世界史地理、あとは倫理政経じゃなきゃダメなのか、場合によってはそれ以外の科目でもいけるのかとかね、そのあたりをよくチェックしていただくといいかなと思います。はい、はい、でとはいえねどうしても本格的に開始するのは、3年生のゴールデンウィークとかになっちゃう生徒さんが多いかなとは思いますね。そうだね、はい、うん、だからやることもね多いからね、実は高1高2の頃に頑張っておくのが一番ね後々楽なんですけどね。そうですね、はい、焦りますからね高3になってからね。そうなんですよ焦るね、というわけで今回はですね国公立医学部の参考書類紹介しました。いかがだったでしょうか。今回はね、どこどこ大学というよりは、国公立医学部になんとか行きたいよって人を応援するためのルートでしたので、まずねこれに伴って勉強を進めてみていただければと思います。で結構でもそんなに僕らもね、だから別に例えば何医科歯科とか慶応の医学部とかそんなこと意識してないじゃないですかこのルートは、そうだけどこれ結構大変じゃないって思った方多いと思うんですよ、いやそんぐらい医学部って大変ですからね、心して挑戦していただければと思います。個別指導式キャスト体制ではこういった医学部の生徒さんのフォローを行っております。キャスト体制メディカルという、コースを、作って中橋さんを中心に指導しておりますので、ぜひ、興味ある方はお問い合わせください。もちろん通常コースも、生徒さん募集しておりますので、もしよろしければ概要欄もしくはコメント欄のリンクからホームページをご覧いただければ幸いです。それでは今日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。